話題を一つお伝えします。長岡市の仏壇メーカー東亜に設置されていた慈善窯が今日開けられました。東亜は毎年歳末の助け合い募金を呼びかけていて、今年はおよそ31万円が集まりました。寂しいなというか、孤独だなとい こう心が細くなるような、そういう人たちができるだけも少なくなるように行き届けばいいなというふうにこう思っております。集まった募金は全額長岡市社会福祉協議会に寄付されます。